構笑われるんですよね。動きでそんなよく踊れるねとか言われるんだけど、いやそうじゃなくてしてるんだよねって。パスカル・レオンっていう私の大学の科学者による研究で、まあそんなね、いちいち説明するのもめんどくさいから笑われていいんだけどさ。こんな感じでどうかな。ちょっと目が悪いから見えないんだよ。多分 OK でしょ。はい、皆さんこんにちは、脇田さやかです。今日は、私が自主練しない理由っていうのを解説するのと、あとね、自主練の代わりにじゃあ何をしたら上達できるかっていうのを話していきます。って言ってもね、やっぱりこう最初のうちはしました。部屋でね、200回シャップしてとかね、あとアチチュードターン100回やるまで学校行かないとかね、こう自分でルール作って、でやったらやったでチェックしてね。でもこうだんだん自主練しなくなった理由っていうのが2つあって、で1つ目がその最初の方はね、自主練したくてもやっぱりできない環境が多かったんですよ。例えばね、こう日本にいる時はあのバレエスタジオにね所属することもあんまりなくって、でコンクールとかフリーで出ることは本当に基本的に多かったし、スタジオをね通ったら通ったで往復4時間とかね、すごいやっぱりこう気軽に行けないみたいな。であとね、やっぱりカナダに留学した時はあの自主練してたら先生に怒られたんですよね。なんかレッスンまともにやってない証拠だよって。だからこうスタジオもなかなか使えなくて、自主練もなんかだんだんしなくなったんですよね。だからそのまあそれが一つ目の理由で、もう一つの理由っていうのが、あの自主練ってやっぱりしなくていいじゃんっていうのに気づいたんですよね。自主練ってしなくても上達できるんですよ。でこれ言っておきたいのが、こう自主練の意味がないわけじゃなくって、やって効果が実際あるものだし、でもね、自主練以上に効果的な練習法っていうのがあって、それがじゃあ何でしょうか。イメージトレーニングです。なんでイメージトレーニングの方が効果的かっていうと、やっぱり筋肉って脳の命令で動いてるわけだから、あのバレエ上手くなろうと思ったらこう筋肉動向してるより頭鍛えた方がよっぽど早いんですよね。で筋肉はね、やっぱり脳に言われたことに対して動いてるだけだから、この元をトレーニングした方が早い。だからそのメインとサブの違いだよね。脳がメインで体はサブ。脳鍛えないとやっぱり意味ない。やっぱり体だけで練習してるとね、限界があるから、なんかこうイメージ的には壊れかけの家をこう上からペンキで塗ってごまかそうとするじゃん。それはやっても壊れるわけじゃん。でね、本当にこう強い家、雨にも風にも負けない強い家を作ろうと思ったら、きちんとこう構造を立てなきゃいけないわけじゃないですか。だから私が思うに、自主練はやっていいんだけど、気をつけた方がいいですよね。こうまずね、同じ筋肉ばっかり使うと怪我しちゃったりもするからね、そういう話はよく聞きますね。だからその本当に上達したいんだったら、自主練なんかしてるよりもイメージトレーニングをした方がよっぽど早いなと私は思います、ね、イメトレもこういろんな方法があるけど、実際になんでイメトレがそんなに大事かっていうと、こう脳は非現実と現実の区別がつけられないからなんですよね。だからこう私がよくビジネスコンサルでも使ってる研究が、パスカル・レオンっていう私の大学の科学者による研究で、あの第一グループがピアノ練習したグループで、第二グループが想像だけでピアノ練習したグループでね、結果全く同じように上達したんですよ。これここの辺に貼っつけとく、データなんですけども、これ見ると脳の働きが全く同じなんですよね。この人が要は言ってることは、自主練を全くしなくてもイメトレだけで上達ができますよって言い切ってるぐらい、まあだからこれはね、ピアノの研究例だけど、他にもね、こうスポーツ界とかではこういう研究っていっぱい出てるんですけど、あのオリンピック選手とかだとね、やっぱりメンタルコンディショニングとか言って、あのコーチとかやっぱりやってくれるんですけど、バレエ界ってね、
こういうトレーニングしてくれる学校もスタジオもあんまりないんですよね。これも本当に世界中で日本だけじゃなくて、だからね、古いなとかって思うんだけどね。だからこう実際私の練習法っていうのは今までこうやってきた中で 90% ぐらいメトレでやって、あと残りの 10% でやっと体を動かして、よしこれでいいなって言って、だからその本当に自主練はイメトレで上達したことの確認なんだよね。だからそのコンクールとかのためにこうバリエーション練習するときはいつも このメソッドでやっていて、私は本当に何回も何回もあの頭の中に焼き付くぐらい想像する。で最初やっぱり大変かもしれないけど、こう何回もやってるうちに慣れてきて、私もそのうちね、じっと座っていて動かなくてもふくらはぎが筋肉痛になるから、すごい明確にイメージトレーニングできるようになったんですよね。ってことで、もうイメージトレーニング正しくやったらそれだけで上達できちゃうんですよ。これね、バレエ団でよく笑われるんですよね。っていうのはあのみんな周りがね、体を動かしてる時に自分はやっぱり踊る寸前まであの座ってるんですよね。でなんかこうぼーっと見てるように見えて、起き上がって踊るとなんか寝起きでそんなよく踊れるねとか言われるんだけど、いやそうじゃなくてイメージトレーニングしてるんだよね。まあそんなね、いちいち説明するのもめんどくさいから笑われていいんだけどさまあだからそういう理由で私は あんまり自主練はしないタイプですよね、うん、まあね、具体的にね、どんなイメージトレーニングをしていったらいいかとか、時によってね、やっぱりイメージトレーニングの仕方ってやっぱり変わってくるから、まあそういう動画とかはこうコースとかね、これからだんだん紹介していくので、また楽しみにしていてください。じゃあバイバイ。